にちは。はい、こんにちは。お久しぶり、じいちゃんです。お久しぶりでございます。お久しぶりの二人撮影で。本当ですね。あれですね、久々よね。ここしばらく、ちょっと、週末はマジで雪が多くって、撮影に行けなかったのがね、一番の範囲なので。行けなかったですね。そう、それは高くなってきたので。行けなかったし、当てないったっけ、うん、いらんことも言っとるし。うん。まあ、いろいろありましたけど。いろいろありましたけども。うん。まあ、じいちゃん飯は僕は大好きですからね。じいちゃん飯好きなんですよ。そうこれこれ見て、これむいくん、これ見て、これ俺のマスク余計なとこ、あそか、でもあなたはあれか、すが一応どうこれ、俺のマスクはいや、もうマスクどうこれ、あ、すごいね、すごいね、どうこれえ、どうやって作ったのそれ、どう皆さんこれ、じいちゃん飯買ってじいちゃん、はい、どう？え、真面目にすごいんだけど、どうやって作ったの？作れるのそんな。違う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 。業者に頼むの。1万1000円もする。あら、お高い。お高いでしょ。いや、違う。一回反響見て、あなたの。ダサって言われるかなと思って。この G をさ、最初小さくしようかなとか、いろいろ悩んどったね。おぉ、うん、やばやばじいちゃん愛がひどいのよ。どういいな、それ、いいな、それ。いいじゃあ今度、むいくんのも書いておくわ。むいって書いて。視聴者プレゼントにもぜひって。きついなぁ。では、まあ、質問コーナー、いくつかね、今までにもらったコメントの中から、ちょっと今回抜粋して、うん、本当に質問コーナー、やるよってなったらこんな感じでやりますっていうのだけ、そのね、あなたにもそのん第2弾やるよ当然。嘘やるの、そんなのやりますよ。だもう何人みんな興味ねえぞそんなこと。ああ、いや、ちょくちょくコメントではかっちゃんに対して聞きたいんだけどがいっぱいあるからね。かっちゃんそこに出てこんもんな。それは知らん。みんなむいくん、むいちゃん、むいたんとかよ、むいくんとか、かっちゃんの彼女も出てこんもんな、それ。な、評判悪いな、かっちゃん。評判悪いんですかって。評判悪いんでしょうかな。なんかかっちゃんにお便りをって。え、あなた宛てのやつから、てかあなたがいっぱいあるんだけどな。俺の質問いくつか選んだ中では。嘘。まあ、まず一つ目見せてよ、それ。ここ最近、そのかっちゃん、まあ無意もなのかもしれないけれど、うん、その霊がやばいよ、お祓い行ってきたらっていうコメントがあるわけですよ。かっちゃんはお祓い行ってきた、マジでやばいよっていう、それに対してあなたの見識、なんていうの、思ってるところを教えてほしい。その動画でこういう風だからみたいな、そういう。僕はだってもう僕だもん。この前もなんかお祓いしてしてくやいいよって言ってムイクに言われたんやけどさ、うん、お祓いしに行ったことはあるんですよ、ぶっちゃけ。おう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 、うん、だけど俺心霊通してそいつがどんな人間かってわかるわけじゃん。うんうん、あ、こいつ詐欺だなって。何も霊感も何もないやつにお祓いされても意味ないわけよ。こっち向きやな、喋って。意味ないんですよ、本当に。うんうんうん。うん。その人が、どういう人かっていう。神社の、そう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 。そんな振ってるだけで。振ってる人、アルバイトだったんですよ。うん。そんな人が、僕みたいな巨大な、その、心霊を追い払えるかって言ったら、追い払えないでしょ。あー。アリが象に向かってくようなもんじゃない。アリぐらいの、なんていうの、除霊力はあるの？脳みぐらいの除霊ぐらいある人がさ、象の除霊なんかできやへんって。だって自分が何体自分の体の中にいるかってぐらいわかるわけやん。そして、霊感をくれたその、人もおるわけじゃん、僕の中に。うんうんうん。だけど、皆さん、いっぱい、その何、霧が見えますとかって言われてますけど、本人は気づいてないって言ったら嘘になるんですよ。だけど徐々にそれは増えもしない、減りもしない、そいつらを味方にしてるって言った方が早いのかな。ああ、取り込んだものをその
体には入れてないね。ただ外にくっつけとると思えばいい。沿ってるっていうかランドセルみたいに。うん。その人たちがいないと霊感のセーブっていうかは作れないって言った方が早いのかな。簡単に言うと。何かしらそのプラスな役割を持ってはいるんだ。そのまとってるやつは。そう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 。もう僕を助けてくれたり、僕を助けなかったり。っていうのかな。もう共存してる、うんうん、あなたが何かやばいものまとってるように見えるって言っても、うん、それはそれで自分は普通に生活してるし、かといって僕の師匠に聞いても、あなたの除霊できる人っていないでしょう。ああ本当に限られてると。できたとして、できたとしてもそんなん絶対ない。だから俺小学校の時テレビでさ、なんかさ、ブドウの名前の人がよく除霊をやってたんですよ。テレビでよく見てたんですよ。うん。うん。だけど、そう、うわっ、うわっ、ってやってるテレビを僕は常に見てたんですよ。ほうほう。でも、僕の目から、僕はまだその時、中学とか小学校、中学。まあ、そうですね。うん。うん、その時に、この人、何をわけわからん言葉を言って普通の人が普通の人の背中を叩いてるんだろうっていう目しか見えなかったわけよ。あれ、それはもう霊感備わってる時。うん、そうそうそう。あ、うん、あ、一般人が一般人のトントンやって何か、そうそう、で除霊できましたって言ってるけど、うん、除霊できましたって言うと背中から薄らい影、白い影とか黒い影とかがさ、ふわーって浮き上がるのが見えるのに、その人の動画って一回も見えないのに、テレビの中で。はいより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 これはその人詐欺師やと思って、詐欺師っていうか何をやってるんだろう、除霊って背中叩くもんなのかなとか、あ、うん、と思った。僕本当にそういう、だからこの霞んで見えるって言った時、僕ギバアイコさんもそういうふうに見え、そういうふうにはボケたっていうよりもいろんな人が後ろにくっついてるのは見えたことがあるんだ。ギボアイコさんは僕大好きだったから、うん、私は誰かわからないからなんていうか、あ、心霊のテレビによく出てた お母ちゃん、あの人はすげえと思った。なんか鳥肌が立ったぐらいやばいのまとってるのが、うん、そのだけどその大きな柔道をやってるようなおっさんの除霊師は何やってんだろうなって思ったことがあるけどな。だからそれ以来除霊師は信用してない。ああ、よっぽどなんか、うん、ああ自分と同じくらいの霊感持ってるなっていう人じゃないと、そのなんかそうだね、最悪その除霊してもらおうって気になっても、うん、その頼まないとと僕は思いますけど。だから僕は今、うん、お祓いした方がいいとか言われるけど、今はこれで、これはこれでいいと思ってる。何十年これで来てるから。かといって自分に体に危害を与えるかって言ったら分からないし。そのお祓いを信用しなくなってからもう何年も経ってるってことですか、それは。何十年。わお。うん、まで、まあ、特に。だって、よくテレビでさ、うわぁ、私は成仏してくれたって言って、一般人、なんか除霊師さんが、一般の人が泣いて、うわぁとか言って取り移られたって言うけどさ。うんうんうん。俺悪いけど、その人が取り付かれたとこ見えなかったもん。どこで取り付かれたんだろうとか言ってさ。うん。もうやらせというかパフォーマンスというか。だけどなあ、そのやらせられた方は涙が出とるからうまいなとか。ああ、演技派っていう。だって、取り付かれたら、あんな風になんねえぞと思ったもん。俺取り付かれた人見てるけど。自分でも一回取り憑かれたらどういう風になるか試すじゃん、やっぱ。なんと危ないこと。その意思を自分が、私はこうだったんですなんて
なかったからな。そんな教会の懺悔室みたいなことをいきなりやり出しはしない。うん。わかんねえけどな。それが嘘か本当か。だけどいつ取り憑かれたんだろう。取り憑かれるのにそんな風で取り憑かれるのかなとかさ。だから僕はかっちゃんとしては取り憑かれとるか取り憑かれてないかっては取り憑かれてないし、取り憑こうともさせようともや取り憑かさせる、体の中に入れて自分じゃない自分を演出したりはしてる、うんうんうん、むしろこれも取り憑かれとるかもしれんまあある意味ある意味取り憑かれとると思いますよ、うん。でも要はそのさっき言ったなんとかその何、ま、なんていうのオーラまとってるのが見えたらやばいって人、うん、と同じような状態にはなってるってこと。だから、うん、その人がどれだけの霊感があるか分かんないけど、それが見えるならばすごい人でしょうね。霊感の強い人なんだろうね。おー、うん、だけどお祓いに行けって言ったら俺はお祓いはさすがに信用できんな。果物みたいな名前の人の条例を見たら絶対無理やと思ったもん俺。誰なんだ誰なんだ誰って。あの多分俺本当になんていう調べる気ないからあれだよ。そのまま今のあなたのセリフを自慢して垂れ流すから、ね、それをボーンって喋ったら、うん、絶対に知ってるわ。心霊っていうかああいうものが条例とかそういうもの見てれば見とる好きな人だったら、うん、昔流行ってた猫も杓子もその人使ってた。僕はこのままです多分、うん、悪くもない良くもない人生じゃない。でもね、うんうんうん、だからそうだね。だから僕のここにおる中のやつは共存、あ、泣かすこともない。そうですね、そんな話でしたね、うん、減らすこともない、うんうん、増やすこともない、まあ、なんかやばめなものが見えてたとしてもそれはセーブ、うん、気にしないでください。コントロールできてると。コントロールはちゃんとしてますから自分で。うん、はい、というわけで一つ目の質問なかなかだと終了カットされてますから、はい、ここら辺二つ目の質問にね、ちょっとつなげていっちゃうんだけど、うん、かっちゃんの霊体験ももっと聞きたいなっていうのがね、やっぱりそのちょっと前にお正月あたりかに、うん、富士の樹海でのエピソードだったりっていう語ってもらったじゃないですか。おあんな感じのそういう霊体験いくつかもっと聞きたいなみたいなのもあったんだけど、今一個ぐらい語られた気がするね、うん語ってたね。どうします、もっと別で語ります。え、いや美味しそうな果物の名前の霊媒師の愚痴違う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 、あなたの霊体験ってかその心霊体験の僕の心霊体験か語れるエピソードあるんであれば動画化しますし、うん、って感じ。霊感か霊的か霊感これはうん、語るとワンちゃんもっと長くなる可能性があるので。長いな、うん、まあ後半かそうなんか別でやるので他の質問いきましょうか。では2つ目、心霊スポットに怖いから行こうとは思わないけど、かっちゃんともいくんとなら行ってみたい気がする。なんかほんわかしてるから誰でも行けるぞいやでもやっぱりその呪われたら怖いとかそういうなんかたたりやったら怖いっていうのはねあるわけじゃないですか。そんなリスキーないよ。俺が一人でどこどこ行くって言ったら止めるくせにそれはだって呪われると困るじゃん。でもその問題ではかっちゃんとむい君とかっちゃんとなら行ける。ああ一緒に行く分にはその全然 OK ですよ。うん、東海三県にせめて近い方でお願いしますってうん、いや別に来てもいいとかそうでかっちゃんともいくん我々となら一緒に行ってみたい気がするって言って、うん、実際これに関しては、うん、どうなんですかっていうね。どうなんですかって例えばその、うん、今ツイッターとかも趣味やかで俺はなんていうのそのほとんど機能させてない状態だけど、うん、やろうと思ったら、うん、今日はどこどこ行きますで何時頃到着ですみたいなことを言って、うん最悪その視聴者さんがそのツイッター見てくれれば来れるような状況も作れるわけですよ、うん、でもどこどこの心霊スポット行きます、うん、でツイッターってまあ YouTube もそうだけど不特定多数の人に見られるわけだから何人来るかわからない、うん、いざ心霊スポットに来られましたその、うん、ね、うん、今ならその俺たち登録者数少ねえもん何言ってん
じゃあだけど、うん、要は極端な話、2人でいいものを4人5人ってなったらあなたが負担が増えるじゃない。負担大きいな。とかその、うん、単純にね、そのただ他の YouTuber さんみたいに公園で会おうみたいなのじゃなくって、心霊スポットっていうリスクある場所に来てもらうのは、うん、会いましょうかっつってただ普通の公園で喋ったって、ってそんなめっちゃめすげえ有名人でもないから別にそんなもん望まんでしょ。うん、でもやっぱりそのかっちゃんにその動画見てるとかっちゃんに聞きたいことがたびたびあるんでみたいなことはコメントにもあるので、やっぱりその何が聞きてんやろ。もう最近年です。そんなもん、うん、そんななんてプライベート事情じゃなくて思う。いや来たい、来たくない、来たいっていう人に来てくださいとか来なくていいっていうのは僕別に気にはしない。あ別にそれはね、やっぱしみんなも思うけど、やっぱし心霊スポットって独特な空気、うんうんうん、こういうのって肌で感じると気持ちいい時があるのよ。この独特な空気っていうのってそうそう味わえるもんでもないと思う。まあね、なんか、うんうん、あここのラインより入ったらまずい空気だっていう、なんかあれは日常生活ではなかなかないからね。ない。うん、かといって僕心霊スポットってやっぱ死者がいるとこじゃん。だからそれでギャー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 ワー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 騒ぐっていうのはパスしたい。あ、うん、今ね結構若い子たちが心霊スポット行ってギャー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 花火やったり荒らしたりして結局立ち入り禁止になったり多くなったじゃないですか。うんうん、だから有名にしすぎてギャーギャー騒がれるのはしないけど、うん、僕らも気をつけてはやってる。うん、だから遊園地がてらというか遊びがてらでっていうよりか、その空気を味合わせてそこに笑いをも笑い少しの笑みを浮かべながらほんわかとして体感するのは全然 OK じゃない。なんていうか無理のスタンスとしてはその、うん、まあこういう心霊スポット以外にもね、そういうなんか楽しいことはもう楽しいことなんだからみんなで遊ぼうっていう、そういうなんか誰でもウェルカムなところがあるんですよ。うんうん、楽しいから一緒にじゃあどこどこ行こうぜって言って、うん、いざ例えばまあ遊園地でもそうなんだけど、うん、何々が楽しいよ何々が楽しいよっていうガイドさんみたいなことをやられると、うん、呼ばれた側も地味に鬱陶しいじゃないですか。うんうん、だからその呼んだら基本言い方悪いと放置なんですよ。その好きなように楽しめようよっていうその放任するわけですよ。あ特に束縛することもなくね、我々のその撮影の通りなんだけど、うん、でまあ、うん、俺たちどっちかっていうと2人は結構まとまっとるようでまとまってないんですよ。うん、でそういうなんかその空気の中に心霊の空気より俺らの空気の中に入ってくれるかが問題だぞ。うん、でだからその要は楽しなんていうの、いざ呼びましたその、うん、本人が気になるその遊び方っていうかさ、そのなんか、うん、かっちゃんにその要は霊どうなってるとかそういう、あそういうのはバンバンに聞いてくれる、うん、俺言うよ。今どの辺に霊いるんですかとか、うん、その怖くないんですかとかそういうのも聞くのもよし、無意にそのなんかなんていうの、オーブとツーショットにしといてあげましょうかとか。記念写真あげなきゃいけなくなるじゃないか。うん、まあそういうね、うん、そういうなんかまあご覧の通りさ、その自由な撮影だからさ、その俺は何人来ようが、うんうん、だからそのね来てもらってその心霊スポットでもそのなんか楽しく、うん、一緒に遊べたら、遊べたらって言うとあれだけど遊べたらいいなっていうのが俺のスタンスだから、こういうなんかいろんな人にその呼んでいいってあなたに心霊スポットで焼肉やりたいんですけどって言ったらそれはやるよ俺も。うん、え途中でもや映ったらどうするの。全然 OK じゃん。匂いに誘われた幽霊さんっていいじゃん。だろ、熊やイノシシが来ないことを祈る。そこだな。俺ら行くとこはそっちが多いでな。本当にね、だから皆さんもね本当にこんななあ、こんなまだまだ弱小のねその YouTube チャンネルだけど、 YouTube をかじっとる僕らみたいな。だからあなたがそのいいよって言うんであれば、それこそ今はダメだよ、あのコロナがあるから。そうそう、だからコロナのワクチンみんな接種して、うん、まあ落ち着いたろっていう
頃がいつになるのか分かんないけど、マスクとはもうちょっとねご縁のある関係に続くと思うけど、そうだね、まあでも変な話ディスタンスはすげえ保たれとると思うよ、うん、もうディスタンスだけはもうすげえだろ、うん、俺たちの距離もすげえもんな、なんていうか あんな遠くにおるんやっていうのが何度かあるからね、振り向くとあれおらへんって言うと電気が光っとるで あそこにおるんだなっていう把握するんだ、うんうん、そんな感じだからまあコロナが落ち着いたら、 そうや、ね、だからそのツイッターなりなんなりね、うん、今日どこどこ行きますみたいなことはもうくれた、一緒に行きたいって言ってくれた人で本当にありがたいと思ってます、はい、ありがとうございます、ぜひぜひもうただ心霊の空気より俺らの空気の中に入ってこれるかが問題だけですうん、多分読んどいてなんだけどお互いほっとくからねめちゃめちゃ放置ですからああもう好きにしていいよっていう、なんかそう、その中でねオーブと芯取りたいっていうなら全然お渡しします、うん、その代わりきちんとお払いしてお渡ししますし、おう、うん、全然それはでもはっきり言いますけど僕もうめちゃくちゃ人見知りですから、そう、それもね気になったのよね、 それで呼んでいいのって思う、そうなのよだからまあかっちゃんが OK 出してコロナが収まってきたらその改めてね、その点はあなたはすごいなと思った、なんで人と普通に喋ったから、誰と誰と、トンネルで三重県の、あああれあなたがいなかったら俺絶対喋ってねえもん、あれは相手の声が先に聞けたからだよ、あなたすげえなと思った、俺人見知りかなと思ってたもん、あなたが何でもいいから一言声さえ聞かせてもらえれば、あこういう人こういうタイプかってわかるじゃない、そう、ああいう心霊スポットの中で人の声を聞こえるのが俺が一番怖いもん本当にむしろ俺そっちの方が怖い、生きてる人間でも死んでる人間でも嫌なのかおう、むしろ生きてる人間の声を聞くのは怖いな逆に、ああ本当に期待、こんな無名なね、YouTube をかじっとるようなじいちゃんなんで、よければ本当にいいんじゃないですかやったやったで、いいんじゃないですかね、俺も、まあ、現地就業、うん、現地集合の現地解散、ちゃんとお払いはちゃんとさせていただきますよ、その分の時は、うん、頑張ってねって100円の塩で違うかあれはどうなんだろうね、信用逆に失うのかな信用なくすやろ、ええかこいつとか言ってどうなんだろうね、そこはもうなんか我々の動画見てかっちゃんなら100円塩でも大丈夫だろうって思ってもらわないと何とも言えないけど、塩はしないね、うん、だってそもそももう取り憑かれないように一応結界みたいなものを張るからさ、うんうんうん、うん、それほど怖くはないと思ってるんだけど、ってことはコロナが明けたら楽しみですな、コロナが明けて本当にそれはそれで実現してみたいですよね逆に、うん、こんな無名なちっちゃなチームにそういった温かい言葉をもらえるのは本当嬉しいですよね、ね、なんか、うん、一緒に行ってみたいって思われるぐらい、思われるぐらいの心霊スポットに見せとるんやもんね、うんん、生地下で行くとめっちゃ怖いんやけどな、なんていうか俺らが行った心霊スポット何箇所かは一人で絶対に行く勇気が起きない場所が多いから、ね、俺どこも行けんもん、俺一人で行けるなんてイルカ行くぐらいだもんそうね、イルカ行け、うん、タイラーだって結局一緒に行こうって言っとるやん前で、うんうん、怖いもん俺、あれは解説狙いじゃないの俺のあれは俺の解説が欲しいからじゃないの、違う、カメラ持つやつがいないから違うか、そうだよね、手の数が足りないのよね、足りないんだよな本当に俺たち今でもね、うちの娘がでも、うんうんうん、分かってくださいね、うちの娘本当ビビレなんです、でも僕と行くと全然怖くないって言ってくれてますから全然大丈夫ですよ、うん、うん、実際そこのそれもね、やっぱ動画見てるんでしょ、どうせ見てるんだろうねそれで得た信頼感だと思うから、そこで何ていうの、その心霊スポット行っても大丈夫だと思うのであればね、うん、
コロナが去った、うん、コロナが去るかわかんないけど本当に緊急事態、まあ、緊急宣言、そうだよね、コロナ明けるどころか緊急事態まだ終わってないもんね。うん、だから僕らもここでこんな狭いとこで2人でおるんですよ。うん、まあ、開けたらね、そういうなんか募集というか、うん、どこどこ行くっていうのもツイッターでちらちら喋ってこうかな。ここ最近またちょっと暖かくなってきたからどっか行かんとかんでしょ。あれだよ、鉱山の夜バージョンと、あ、鉱山の夜バージョン行ってないんやった。そう、俺ずっと心残りやってん。全然心にも残ってなかった。俺そういや忘れとった。洗い流されてんだよな。除霊しまった。そう、あの鉱山の夜晩、うん、登るの大丈夫かなっていう不安はあるけどね。結局俺登る不安はない。あなたのあなたですんだよ。俺毎日仕事で登っとるもん。そんなようなやつを、うん、まあまあまあ、そこでなんていうの大丈夫というのならね、その全然いいんだけど、あとは平家だよね。平家な、平家どうしよう。三代目っていう人がすごい気になるんやけどさ、うん、その容器みたいなやつが家に残ってんのよまだ。容器っていうか、そのなんか幽霊的、幽霊の独特の残り画的な、そういうそれがでしょ。そうそうそう、足跡が、足跡っていうか握りっぺの匂いっていうか。それは除霊できないの。除霊的な、それから除霊をしちゃったかんやろ。自然に消していくしかないんだろうなと思ってはおるんだけどさ。ファブリーズ巻いとけって、うん、いや毎日あれはアルコール除菌をしてるね、部屋中は。でもなあ、 今も娘も本当に本当にパパが寝息を上げた頃から本当にざわつくっていうのは未だに言うからな。今休みやもんでさ、お入学試験の、あ、はいはいはい、だで2年生3年生は休みじゃん。うん、うん、それでオールなんよ。2時3時4時まで起きようが自由やっちっとるで。まあまあまあ、明日の予定ないならね。そう、うん、そうすると最近スイッチのあのネタちっちゃいやつ、スマート、うんうん、ライト、ライト、あれを買ったんやん自分で。おお、あ、それでやっとるとよ、たまに画像が切れるんやと。電池切れやろっつって、いや充電したばっかやで。困るね。すげえすげえ経験してるけど平然通るっちゅうのな。こうやってずっとやっとるとピピッと切れるらしいわ。がで電源オフになるらしいわ。困るね。そこまでやってきたものが全て消えるっていうの。たまに音楽、動画をこうやって、あ、いつも、ネタヘッドホンして、やっとるんやて、うん、そうすると、違う音が聞こえるっちゅう、うん、穏やかじゃないね、本当に。それはやっぱ、俺と一緒に暮らしとる以上無理だろうな。俺、彼女できんかな。まだ今に帰ってきないの、俺、今年は彼女を作りますようにっちって。なんかそんなわざわざやってきたの。やってきた。うん、ハートの絵馬やったで。はー、うん、遊びがてら。うん、それ友達が彼氏できますようにって書いたで、うん、じゃあ僕は彼女ができますようにって書いてみた。おお、うん、あなた彼女って年齢どこからどこまで OK なんですの。俺、うん、え、ムイ君どうなん。そういや、ムイ君ってそういうこと話したことないね、俺たち4年もう一緒におって。4年、まあ YouTube なかったらもっと長い付き合いだけど、うん、恋愛事情触れてもしゃあないってお互いに思ってるからな。うん、興味なかったな。そういや俺ムイ君に興味持ったことないね。ひどい、今の発言はひどいね。そう、そういや俺ムイ君に、まあこういうなんか踏み入った質問しないからね。だよな、お互い興味持ってねえよな。うん、さっき言った占いもそうだけど、これは突っ込んだらなんか嫌われるパターンやと思ってるから。占いに関しては特に。あー、っていうか身近におるやつを占うっていうのは嫌だな。
だって、いや違う、うん、それがさ、いい方向の占いで当たるならいいけどさ、あ悪い方はね、悪い方向に、だから娘もよく占ってって言うけど、身内は占いで見えないって俺はよく言うねんて。まあ見たくないよね結局、うん、結局は見たくないやん。娘が彼氏ができるって言うと、うるせえバカ野郎ってなるじゃん結局は。パパしてらっしゃる。そうだろ、そう、うん、で変な話なあ、あと何年先に死ぬっていうのまで見えるのは嫌だじゃん。おお、だろう、あの1ヶ月後に例えば交通事故で死ぬってあって、それを頑張って回避させればいいんじゃないの。だから前さ、あのうちの娘たちがおった時に電話がかかってきて、うん、前も言って何年後に、2年後にお母さんは亡くなりますからっていう占いを2年前にして、そしたら2年後に電話かかってきて、本当に2年で2年後にうちのお母さん亡くなりましたって電話があったんや、うんうんうん、そういうのを聞くと娘たちもゾッとするわけじゃん逆に。っていうかあれよね、やっぱそういう悪いのだとなんか自分にできんかったのかなっていう罪悪感湧くからね。っていうか変な話、俺の友達も奥さんのそばにいたってくださいよ、奥さんの今仕事ばっかじゃなくて奥さんのそばに時間を作るようにって言って結局作らなかったしと思ったわけじゃん、うんうんうん、俺の中ではな、うんうんうん、亡くなっちゃったから、うん、うん、だけど最後の2ヶ月は一緒に仕事を辞めて2ヶ月間はずっと嫁さん奥さんのそばにおったって言っとったわな、うん、うん、そういうのをさ自分の親族には嫌だ、うん、じゃあまたこういうなんていうの恋愛の霊感の恋愛やん、お前の恋愛の質問はもう NG やな。NG やな俺ダメなんですよ本当、彼女作っても、うん、変な声が聞こえるとか言うでな。それはもう付き合ってすぐ言われるもんなんです。頭がキーンって言うなんかやばい電波受信してるみたいな感じになってる、ね、そう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 、昔前のそう、気持ち悪いって言われるな。難儀なもんだ、振られる言葉が気持ち悪い割と傷つくね。ピンポンって鳴らす前にドアを開ける、いらっしゃいって言って、おお自動ドアじゃなくて人力か気持ち悪いって言われる。へえ、何やろな。まあまあそこでプラスに受け取られるかマイナスで受け取られるかは本人次第だもんな。そう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 、そんな感じ。どんな感じやこれ、グダグダやな本当に俺たちの会話。はい次、前半だけ決まって後半グダグダになっていくからね。はい次じゃあ次、おう